はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12月26日ですね。今日ちょっと暖かい、千代田区10度でこの部屋は23度ですね。いい感じでございます。暖房いりません。行きましょう。ちょっと待って、今日ね、実はウィークデーなんですよ。なんかもうホリデーな感じなんですけどね、僕の感覚では。日経平均は動きなし、香港は閉まってます。ドル円は 142.24 と、まああんまり動きなしですね。動きないですね。ドルウォンはですね、小忙しいですけども1296と、まあふにゃっとしてますね。本題いきましょう。ブルームバーグにですね、今日の13時23分と言いますから、まだ1時間は経っていないですね、ほやほやの記事でございまして、中国の不動産危機、消費や雇用に波及、国民の痛み広がるばかりというタイトルの記事が出ていまして、ヘッドライン2つ。24年には不動産販売さらに縮小、デベロッパー流動性の問題に直面、要は倒産の危機ということですね。22年6月以降、不動産関連のでも1800件余り、フリーダムハウスと、不動産関連のデモって、あの人々が集まってあれやるやつですかね。ちょっと読みましょう。ブルームバーグにしては長いんですけどね。世界2位の経済大国、中国の政策当局は3年前、不動産価格の高騰を抑え、金融リスクを排除するため、借金付けの不動産セクターを徐々に減速させようとした。だが実際に起きたのは、家計資産の破壊と、オフショア債市場の荒廃、地方政府から歳入を奪う不動産のメルトダウンだった。以下のチャート10枚からは、中国経済全体における不動産危機の広範な影響が見て取れるということで、10個でグラフが出てるんですね。1つ目、不動産販売の急減。全国不動産販売額のピークは2021年の18兆2000億元。この時まで不動産は中国最大級の産業だった。あまりの巨大さに大手デベロッパー、満家企業の会長は多角経営を図れるように稼げる代替事業は見つからないと語っていたと。それがですね、最近はですね、縮小する、急速に縮小をしています。グラフを見ると、すごいな。2番目、波及。不動産セクターは経済成長のエンジンから一転して面白くなった。公式データに基づく試算では、不動産セクターの生産高は昨年3400億元減少した後、今年1、3月期に510億元減った、これもすごいですね、チャートを見ると。3番目、投資の低迷、飛ばし飛ばし言ってます。販売不振は碧桂園のような不動産大手をデフォルトに追い込み、他企業の支出を抑制した。不動産開発投資は22年に1兆4700億元、急減かける20が日本円ですからね。20ですね。21兆円減ったということですね、不動産投資が。すごい減り方やん。地方政府の歳入減が4番目ですね。不動産セクターの低迷で、地方政府の土地使用権売却収入は減っている。財政省のデータによると、こうした収入は22年に 23% 減少し、今年1から11月には前年同期比で 18% 減った。そんなんで済んでるんかな。僕は半減ぐらいしてるんちゃうかなと思うんですけどね。5番目、デベロッパー債消滅。中国のオフショア投資適格債、いわゆるジャンクですね、は、そのほとんどが不動産開発会社によって発行されたもので、19から20年には年平均 9% を超えるリターンを記録した。だからこの市場は今や完全に死んだも同然だ。20年以降デフォルトは増加の一途をたどり、今年11月現在で1330億米ドル、日本円で18兆9000億円に達し、
デフォルトがね、デフォルトですよ。オフシュア投資家がこうした損失のほとんど全てを被る羽目になっている。オフシュア投資家というのは要は外国人ということです、が18兆円の損失を被ってるわけですね。ふーんって感じです。中国の債券なんか買うしやみたいな、はい。6番目、時価総額急減。中国の不動産株は依然として下落れトレンドから抜け出せず、14年ぶりの安値に近い。12月半ば時点で中国の民間不動産会社上位10社は20年1月上旬以降、計1兆1000億香港ドル、日本円で20兆円の時価総価額を失っている。すごいな、20兆円ですよ、20兆円の時価総価額を失っているということですね。7番目、消費の減退。公式統計によれば中古住宅価格は21年7月のピーク時から 8% 下落。経験則によると第二都市での下落幅はさらに大きい。これはですね、三線級都市で下落が始まったんですけども、最近は上海や北京、あれ深圳といったですね、大都市でもですね、3割引き4割引きにしてもなかなか売れないというようなことが伝えられています。もう完全にバブル崩壊してますね。ただ中国にはね、日本のようにその情報統制が、情報がですね、こう自由に行き来しないんでですね、実際どれだけ落ちてるかってようわからんのですよ。まあただもう本当にやばい状態ですね。北京、上海でもう半額ぐらいになってるんじゃないでしょうかね、ピークの。8、大量解雇。まあ、いっぱい失業者が出てるということですね。不動産セクターだけでもですね、従業員数を 80% 近く削減したところもあると。旧富豪の資産縮小、まあ、要は金持ち連中、稼いだ連中がですね、どんどん、お金を失っていると。自由広がるデモ、これよみたいな。米人権団体フリーダムハウスの中国反体制モニタープロジェクトによれば、22年6月以降に中国本土で不動産関連のデモが1800件余り行われた。約3分の2のケースはプロジェクトの遅延や施工不良などの問題に抗議する住宅購入者で、残りは主に賃金を要求する建設労働者によるものだった。住宅購入のデモの7件に1件は以前に行われたデモと関連しており、持続性を示唆しているとフリーダムハウスの調査員らは指摘。中国での抗議行動は異例ではないが、散発的ですぐに解散させられることが多い。しかしね、1800件ね、すごいやん。ということで、このブルームバーグの記事は終わっています。毎日のようにこの中国の不動産バブル崩壊っていうのをされてますけども、こうデータでここまでですね、バチッと出されるとですね、なかなか迫力がありますね。最近読んだ中ではなかなかいい記事だと思います。で、これだけやばい状態になっているにもかかわらずですね、中国政府はですね、僕らの経済うまくいってんもんという話をですね、ずっとしています。多分ね、習近平はね、この実態というものを理解していないんですね。で、GDP の3割4割を占めたと言われる不動産がこんだけ崩壊してるわけですよ。中国経済自体がもうパリン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 してるわけですよ。今後だからですね、これはですね、政府は何もしていませんから、どんどん悪くなっていってですね、そうですね、来年あたりはですね、マイナス成長幅がですね、まあ今年も多分マイナスに近いんちゃうかなと思うんですね。で、去年は完全にマイナスだったと思うんですよ。まあ、中国の統計局が出すデータって全然信用できませんからね。で、多分来年はマイナス5ぐらい来るんちゃうかなという気はしますね。
はい、前は、このブルームバーグのですね、今飛ばし飛ばし読みましたですね、ページのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。